はいどうもお疲れ様です。即価塾の久保です。今回の相場解説は11月30日5時20分ちょっと早めにお届けしております。この動画はですね、FX オリガルヒの皆様と、それから即価塾限定動画をご覧の皆様の共通の動画になってます。で今日が月末最後の日なんで、 ちょっと午後あたりからね、えーまあ、大きな資金の出し入れがあることを警戒しながらのお放送になりますので、ちょっと早めにお届けするんですが、これね、今15分足を見ていただいているところなんですよ。で、15分足の中でレンジってのが決まりました。上のこのヒゲ先っていうのと、下の方はですね、こことここのあたりをちょっとこう、えぐれたところという表現をしましたけども、えー、つまりはこの赤いラインでくくったところですよね。えー、このレンジに絞ってやったわけなんですが、 こちらの天井に達したところでセルを入れればやっぱり利益が取れたこととそれからねここ一旦ここら辺で倍に行っちゃうとロスカットを食らうんですけどもでもえぐれて戻ってきたところでバイでエントリーするとやっぱりね含み益が半分ぐらい取れてるってところを考えるとまあこのねレンジオプションの使い方もうちょっとねレベルを上げていくことが今回の勝利の条件になってきますそちらの方が詳しくは FX オリガルヒの深夜 2時半か3時くらいの動画ですか。こちらの方でも説明してますので、オリガルの参加の皆様、ポータルサイトの方を参照していただければと思いますえ。そして価格っていうのは一旦また下がってきてですね、レンジオプションの再度エントリー、倍でするフェーズに入るか入らないかのところで、また反発して上昇していきました。で、この時間から見られた方はね、まあ、とりあえずここと同水準、ここと同水準に来たときに、あれ、ここと同水準に来たときに、 価格帯がです、ねまあ、追撃のつもりで倍を入れていくかあーそれともまあ見守るかっていう選択ができると思いますのでその辺をね、えー、準備していただければと思いますまあでも根本的にここまで見送っちゃうともうここでのエントリーっていうのはしない方がいいと思いますけどもねやっぱりレンジオプションの基本っていうのはここに来たらセルここに来たら倍これ以外にはないですからですからですから。から含みが半分ぐらい取れたら利をして 利格をしてて得た利益の半分で追ををしいいくっていう基本を動かさない方がいいい方がと思います。それではデイリーの方から順番に見ていきますねこれがデイリーなんですけどもいかがでしょうかもう円安の方向に一方的に進むっていう時代はこれで来ないっていうのが改めて確認できると思いますそして一旦ですね上昇の方に行くかなと思ったんですけども結局この赤い枠の中に収まっていったということになりますね まあというよりもこの赤い枠の設定をしたわけなんですけどもそれまでいろいろと紆余曲折試行錯誤がありましてまた円安に戻っていくんではないかなっていうような先入観もあったりとかしてね行ったり来たりしたわけなんですけどもおかげさまで今このレンジに落ち着いたってことになりますこれちょっと4時間を見ていくとねいかにこのレンジがセンスがいいか分かりますよほらねこのレンジオプションの中にきっちり収まったでしょで一部えぐれたところっていう表現がありますけどもここら辺っていうのはみ出すところがちょっとは出るんですよ でもコアなところで値動きのまあ9割方を抑えてますんでレンジオプションでほとんどこれはね勝ち越していけるってことがご理解いただけるんではなかろうかと思いますえそして1時間の方に進めていきますね、はい、1時間の方でレンジオプションはかなりうまくいってると思うんですよでその時にレンジオプションをしっかり取ろうと思ったらねこことここになるんですよねでもそうなるとレンジオプションの中で例えばこのフェーズに来たらセル こののフェーズに来たら倍っていうのがほとんどチャンスがなくなくっちゃうんで、どこまで絞り込めるかそして絞り込みすぎないことが大事なんですよその中で今回ああセンスが良かったなと思うのはこのレンジオプションで確定したところこのひげ先でね戻っていってくれたところなんですよで大きな利益を取ることができましたしあとはねえぐれたところっていう表現が今回私の方から出てきましたけどもここを容認することによって ブレイクアウトだけではなくてえぐれたところだったらすぐに戻ってきてその後レンジオプションという元通りの型になるんですよってことが分かるわけじゃないですか,かこれはねちょっとねレンジオプションの中でもちょっとだけレベルが上がったところになりますのでまあ最初はレンジオプション通常のレンジオプションを使いこなすところから始めていただきたいと思いますけども、まあ、今回ねこういう世界があるんだっていうことそしてこれを使いこなせるようになるとリ幅っていうのはどんどん上がっていくってことを受け止めていただければと思います じゃあその上でまた改めて15分を一応見ておきましょうか。はい。レンジオプションの幅大きく見えると思います。15分ですからね。はい。じゃあ、ヒゲ先で跳ね返ったところ、なかなかいいポイントでこのレンジの設定しましたよね。139円の3、4枚ですよ。これが上底になりました。ちょっとちっちゃいですね。大きくしましょうか。これが上底でございます。で、過程っていうのは、 この辺をもけちゃいそうなんですけどもまあでもねえぐれたところっていうところで一部こうやって外に出るけども急速に巻き戻ってくるところっていうのは割り切ってえぐれたところっていうふうにしてですねまあロスカットは出ますけどもそこをちょっとね強い精神力を持ってこのロスカットはえぐれて戻ってくるための布石なんだと思えるぐらいにしといてこの下の価格の設定っていうのもね引き続きやっていただければと思います。 えっと、こちらがね、いくら ?138 円の120ですね。えっと、書いておきましょうか。138円の120。はい。引き続き、このレンジオプションで攻めていこうと思います。今日水曜日も全く昨日と同じ攻め方です。えー、以上です。お疲れ様です。また追加放送しますね。